今回紹介するのは「レンジ知識の幅が最強の武器になる」という本です早期教育1万時間の法則グリッドに騙されるな。最新研究で読み解く不確実性の高い現代で成功する方法生涯をかけて知識の幅を広げる本書の結論は朝鮮門特化が進む現代において 知識や経験の深さだけでなく幅の広さレンジを持つ T 型の人間がますます求められているということだろう。問題が曖昧で明確なルールがない世界では課題の解決やアイデアの発想などにおいて幅広さが専門領域の知識からは得られない洞察を生み出す。著者は 専門の深さを身につけるための早期の英才教育に疑問を抱くある仕事をする人とその人の能力や性質との相性を表すマッチクオリティという言葉を挙げてまだ自分が本当にやりたいことがわからないうちに何になるかを決めて専門特化するのでは本当に自分に合った仕事にはつけないと主張する本書にはゴッホやダーウィン。 ジュブスをはじめとして右を曲折を経て成功を収めた人々の事例が多数挙げられている彼らはいろんな偶然によって多種多様な職に就きその時々に必要なことをしてどの経験からも教訓を得てきたそのキャリアを見ていると人生に無駄な体験はなく寄り道や試行錯誤が貴重なことがよくわかる知識の幅や多様な経験を どうやって身につけるかを一言で表すのは難しいが著者は遅れを取ったと思わないようアドバイスする何かを始めるのに遅すぎるということはないのだ専門特化は大事だが特に不確実性の高い現代ではそれまでにあちこち寄り道をしながら考える方が力の源になるという人生はすべてが実験であり 人は人生を通じてマッチクオリティを最適化し自分の物語を変化させていくのだから以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします